こんにちは、ミニチュアマイリンマイコです。今日はバッハのドッペルコンチェルトをやってみたいと思います。で、一人でね、ミニチュアマイリンでやってみたいと思うんです。楽譜じゃん。鈴木メソードのバイオリン指導曲集の4巻と5巻にそれぞれファーストとセカンドがあって、すごくない？このボロボロ具合。めちゃくちゃ前の楽譜だよ。いつ使ってたんだろう。とりあえず30年は経ってる。30年以上前の楽譜。それの一番最後ね、めっちゃすっごい書き込み頑張ってた。で、これを別々に撮って合わせようと思います。で、まずちょっと弾けるかどうかっていうところだよね。ゲーセンのね、音が出てくるとちょっと大変。うん、なぜかというと、ゲーセンの音はなかなか拾わない。あのミニチュアでね、音が出ないんよ。ゲーセン第4弦ね、4弦は音が拾わないんです。拾わないっていうか、音がね、もうボヨンボヨンして出ないので、そこは大変なんだけど、そこがクリアできれば、ミニチュアでの、ドッペルコンチェルトできるんじゃないかなと思います。おなじみミニチュアバイオリンね。で、松屋に塗っていこう。松屋にしっかり塗っていかないとね。毛の量が少ないからさ、もう馬の尻尾に摩擦力が少ないので、もともと毛の量が少ないので、しっかりと毎回松屋を塗っていきます。そして、じゃあちょっとずれて始まるんだけど、最初に始まるのが第2バイオリン、セカンドの方が最初に始まるので、そっちから確認していこうかな。これが4弦ね。ゴリゴリゴリ、まあなんか音が出てないこともないぐらいの感じかな。それではやってみます。なんか音変。ゲーセン結構出てくるけどね、浮かせれば大丈夫かな。それじゃあちょっと第2バイオリンから撮っていくよ。で、これを聞きながら弾くって感じね、第1バイオリン。それでは録音始め。どうしたらいい？さあ次は第1バイオリンの方ね、後から入る方を取っていくの。で、今取ったセカンドバイオリンを今こっちの iPhone に送信しました。で、このイヤホンで片耳だけイヤホンして、で、こっちの耳ではバイオリンの音を聞いて、こっちの耳で音源聞きながら合わせて弾いてみようと思います。合わせてね。
リ楽しい、バリ楽しい、バリ楽しいよこれ。なんかたどり着けたよ最後まで。ミニチュアの二重奏でした。楽しかったよ。ちょっとまたいろいろ試してみようかなと思ってます。それじゃあね、また見てね。バイバーイ、 See you。